T ちゃんは普段、プロストックでスタッフとして働いています。しかし、深夜0時を過ぎると、魔導士 P ちゃんとして星占いもしているんです。2021年6月7日から6月13日までの1週間の占いです。星の数の多い星座の人ほどラッキー。星が一つの人はちょっと残念。双子座の方、蟹座の方、獅子座の方、乙女座の方は、普通が一番と感じられる一週間です。お羊座とお牛座の方には、トム・ヨークのトラフィックをおすすめします。トムの呪術的な世界を覗いてみましょう。何かが見えるかもしれません。今週のミニ天文情報。6月12日の夕方から酔い、西北西の低空で細い月と金星が大接近します。太陽が沈み始めたら西の空ですよ。今週も魚座の方は絶好調です。天秤座の方はティーンエイジファンクラブのフォーリンを聞いてみませんか。彼らはスコットランドのグラスゴーのベテランです。いい音楽はいつ聴いてもいいものです。サソリ座の方はカントリーの大御所ケニー・ロジャースのデイリッド・トレジャーを聴いてみましょう。埋蔵金ってタイトルだけど愛ですよ。愛の歌ですよ。アメリカの北島三郎だね。サブちゃんは言い過ぎよ。細川たかしよ。開運ラッキーアイテムはネッククーラーです。参考のネッククーラーEVO がおすすめです。ペルティエ効果で涼しくなって運気改善です。そろそろ冷やし中華なんか食べたいね。あら、いいわね。盛岡冷麺なんかもいいわ。おまけその1。千葉の柏店、千葉稲毛店、千葉市川店、野田店の4店舗限定で毎週月曜日の朝6時から8時まで、週の始まりはプロカフェというイベントを開催中です。7月19日までです。じゃんけんをして何かが飲めるかもしれません。私もじゃんけんしに行きます。私はコーヒーが飲みたいわ。田端のジュピター動作家店のテイクアウトコーヒーが飲みたいね。80円なのにとても美味しいんだよ。おまけその2。ラッキーだった人もそうでなかった人も最後にもう一チャンス。一緒にじゃんけんしてね。じゃんけんに勝ってちょっとラッキーゲット。ピーちゃん、じゃんけんだよ。じゃんけんぽん、はぁ、また来週。プロストック YouTube チャンネルはみんなで作るプロストックチャンネルです。プロストック YouTube チャンネルへのアイデアやご意見などございましたら、番組コメント欄または職人さんでしたら直接店頭にてお聞かせください。皆様のお声は笑顔を届ける番組制作にとって重要なヒントになります。プロストックでは皆様のご参加をお待ちしています。